トヨタ D-4 は、トヨタ自動車が開発したガソリン直噴エンジン技術。D-4 は1996年に 3S フスに搭載される形で登場した。その後、新たな燃焼コンセプトとして1999年には、第2世代 D-4 燃焼系が 2JZ フスに採用され、その後の D-4 エンジンに適用された。第世代と、 第二世代の大きな違いとしては、第一世代では燃料の噴霧形状は円錐状であったが、第二世代では間接力の高い線状の噴射を行うファンスプレーとし、ピストン長部にへこみを作り替え型の燃焼室にした点などがある。この頃の D-4 は、三菱自動車のグッティと同様に、リーンバーンを前提とした技術で、高負荷気を苦手とした。 このため低負回気をモーターに任せる THS2 採用者には用いられていない。1JZ フスおよび 2JZ フスエンジンにおいては長時間のアイドリングなど特定のエンジン回転域を多用されるような運転によりインテーク側にカーボンが徐々に堆積して吸気の流れが変化しアイドル部長が発生することがあり当該現象については保証期間が5年。 または10万キロメートル以内から9年以内に延長されている。2004年登場のサングレーンフスでは、ストイキでの直噴が可能になり、これらの弱点を克服した。2005年には、レクサス GS の2グレーンフスで、世界で初となる直噴とポート噴射の2つを、同時採用する新燃料噴射システムの DE-4S を開発。島内直接噴射用インジェクターと、 ポート噴射用インジェクターの両方を搭載し、状況に応じて2つのインジェクターを使い分けることができる技術を世界で初めて採用。高度で複雑な制御を要するが、低負荷機をポート噴射、ノッキングの恐れのある高負荷機を直噴にすることで、出力と低燃費の両立を目指した。また排気再循環により燃費を向上させるにあたり、 吸気インジェクターに残る直噴のすすがネックとなっていたが、ポート噴射で洗い流すことでこれを解決した。DE-4 と違い、DE-4S は上位車種の THS2 車にも採用されている。2012年にはターボエンジン向けの DE-4T を開発し、現代的なダウンサイジングターボと組み合わせた直噴技術を実現。二千十四年には、 D-4S のターボ版である D-4TS が登場している。は、D-4、は、D-4S、は、D-4T、は、D-4S を採用したダイナミックフォースエンジン。ありがとうございます。